エンスラポイド作戦は、第二次世界大戦中、大英帝国政府と、チェコスロバキア中英亡命政府により計画された、ナチスドイツの米面命令保護領の統治者、ラインハルト・ハイドリヒの暗殺作戦のコードネームである。日本語では、ルイジンザル作戦などとも訳される。ハイドリヒは、ナチスの秘密警察を束ねる、国家法案本部の長官であり、ユダヤ人や 他の人種の虐殺に対するユダヤ人問題の最終的解決を行うナチスの主要計画遂行者であった。1939年3月14日から3月15日にかけてドイツ国総統アドルフ・ヒトラーはチェコスロバキアのエミール・ハーハ大統領をドイツの首都ベルリンへ召喚し、ハーハ大統領に対してまずスロバキアを独立させ、さらにチェコの部分を ドイツ国に編入することを強要した。抗う力を持たない、ハーハ大統領は、併合を認める署名をした。3月16日に、この、チェコのドイツ編入領土は、米面命令保護領と名付けられることとなった。4月5日には、コンスタンティン・フォンノイラーと男尺が、米面命令保護領総督として同地に派遣された。また同日、米面保護領総督付として、 カール・ヘルマン・フランクも派遣された。以降しばらくの間、この二人によって、米面命令保護領は統治された。第二次世界大戦中、米面は、ルール地方と並ぶナチスドイツ最大の軍需工業地だった。アルベルト・シュペイヤによれば、ドイツ軍の戦車の3分の1、軽機関銃のントは、米面で生産していたという。ところが、総督イラーとのは、 融和的できすぎて、ストライキや抵抗運動が多発し、同地の兵器生産力が20%近く落ちていた。語を似やしたヒトラーは1941年9月19日から24日にかけて、ノイラートとフランクを自身の本営、狼の末呼び出し、チェコ人に寛用すぎる政策を叱責の上、ノイラートに長期休暇を命じた。また、ヒトラーは、 ノイラートに代わる統治者として、ラインハルト・ハイドリヒを副総督に任命することを告げた。ノイラートは、この際に、ヒトラーに総督職の辞任を申し出たが却下され、ノイラートは、形式的に総督に残留しながら、休職処分を受けるという形になった。1941年9月27日、正式にハイドリヒを、 米面命令保護両副総督に任命するヒトラーの事例が下り、ハイドリヒは翌28日にプラハに着任した。1940年のラインハルト・ハイドリヒ、新衛隊中将、ラインハルト・ハイドリヒは、新衛隊でハインリヒ・ヒムラーに次ぐ実力者だった人物で、ゲシタポ、新衛隊保安部、刑事警察を統括する巨大警察組織国家保安本部の長官であった。 彼はナチスに反抗する人間を取り除く役目を担っており、ユダヤ人虐殺計画の主要な遂行者であった。彼はヒトラーやナチスの陰謀のほとんどに参加し、ナチス政権において重要な政治的地位を築いていた。彼はその能力と権力により、多くのナチスの要人や国防軍の高官たちから恐れられていた。その残忍性によってハイドリヒは金髪の獣、 公主刑人の通り名で呼ばれていた。ハイドリヒは、アメとムチの統治で、米面命令保護領を支配した。ハイドリヒは到着と同時に、チェコ全土に戒厳令を敷き、即決裁判所を設置させ、反体制派の指導者層を次々と逮捕して死刑に処した。チェコ首相、アロイス・エリアー氏も逮捕されて、死刑判決を受けた。繰り返される処刑からハイドリヒは、 プラハの虐殺者という新たな通り名を得ることとなった。一方、ハイドリヒは労働者階級に対しては懐柔する政策を取った。労働者の食料配給と年金支給額を増加させ、チェコの歴史で初めての雇用保険を創出させた。また、カールスバートのリゾートホテルなどを接収して労働者の保養地として開放するなどもした。そのため労働者階級は、 中三階級インテリ層の起こす抵抗運動に参加することはなくなり、チェコの抵抗運動は手足を失って死滅していった。ハイドリヒは、プラハでは、人間味ある総督に見せようと心がけていた。記者に、リナや、幼い子らと一緒にいる写真をよく撮らせていた。また一家は、重々しいプラハ城に定住せず、プラハ郊外にあるやや田舎のパネンスケーブジェジャニに、所領を持って、 そこで暮らした。自身の乗用車である SS-3 のナンバープレートのメルセデスベンツもオープンカーの状態にして、プラハ市民に自分の姿がよく見えるように走らせることが多かった。威圧的にならぬ、要護衛車両をつけることもあまりしなかった。ヒムラーは、プラハ訪問中に、ハイドリヒの個人警護が少なすぎると懸念し、警護をもっと増やすよう命じており、またヒトラーも、 ハイドリヒの警護に無頓着な態度を頻繁に戒めていたが、ハイドリヒは最後まで耳を貸さなかった。結果的には、これが命取りとなった。1941から1942年のナチスの支配地域1941年12月までに、アドルフ・ヒトラーはヨーロッパのほぼ全土を支配していた。この頃、ドイツ軍はソビエト連邦の首都モスクワに迫っており、 連合国はソビエト連邦の降伏は実感の問題と考えていた。当時、米面地方はドイツ軍の戦車の3分の1、軽機関銃の40%を生産する重要な軍需産業地だった。ハイドリヒに米面命令保護領統治を成功されて、軍需生産を活性化されることは大英帝国はじめ連合国にとって極めて危険なことであった。 また、エドバルド・ベネシュ大統領を率いるチェコスロバキア、中英亡命政府は、1939年3月から始まったドイツ占領以来、米面命令保護領で目に見える抵抗がほとんどなかったことに対し、イギリス情報部からの圧力を受けていた。チェコスロバキア亡命政府は、チェコの人々に希望を与え、チェコスロバキアが連合国側であることを示す何らかの行動を起こす。 必要があると感じていた。チェコ情報部将校のフランティシェク・モラベッツ中佐は、ドイツがチェコを占領する直前の1939年3月14日に国外脱出して、中英チェコ亡命政府下でドイツに対する抵抗活動を開始していた。そして、イギリスのスパイ部隊である特殊作戦執行部の設立に伴い、チェコ人、スロバキア人を情報要員として育成し、 この諜報機関の特別任務や作戦に派遣していた。イギリスはチェコ諜報網からのドイツ情報を必要とし、中英チェコ亡命政府は、ドイツ占領下チェコスロバキア国内での地下活動、抵抗運動の強化、支援を行う必要があった。1941年10月3日、ロンドンでの作戦会議においては、カール・ヘルマン・フランク国務省、または、 ハイドリ被服総督をターゲットとした計画が、モラベッツ大佐により立案加盟された。それは10月28日のチェコスロバキア、創立記念日を暗殺実行日として、ヨゼフガブチーク軍曹とカレルスボボーダ軍曹が、実行メンバーに指名され、彼らの英国出発日は10月10日とされた。しかしその後、出発予定日までに、スボボダ軍曹が訓練中に負傷したことと、 悪天候によりこの計画は延期された。そして負傷したスボボーダの公認として、ヤンク・クビシュが指名された。アンサラポイド、アンソロポイドという特殊工作班、コードネームでガブチークとクビシュはチェコに降下する準備を進め、最終的に二人は、フランクではなくハイドリヒを標的とするように命令を受けた。1941年12月28日、 アンソロポイドの二人は二つの他のグループと共に、ハリファックス機に登場し、英国南部のポーツマス、サウザンプトンに近いタングミア空軍基地を22時に離陸した。シルバー A、シルバー A は A バルト首相員、J バルチーク軍曹、J ポトチェク通信士の3名で構成され、その任務は、チェコの抵抗運動組織との接触を確立し、ロンドンとの連絡を確保することだった。 シルバー B、シルバー B は J ゼメクト、イサ社の2名で送信機を携行しており、通信連絡をする任務が与えられていた。3つのグループはあらかじめ決められていたチェコ内部の3つの地点に降下する予定だった。しかしどのグループも予定されていた地点には着地できなかった。アンソロポイドは予定していたプラハ製法のプルゼに近くではなく、 プラハ東方12マイルのネフビズリ近くに着地した。幸運にも彼らはその土地の人々に助けられ、地元の抵抗運動グループと連絡を取ってもらい1月までにはプラハの隠れ家に入ることができた。2月にはプルゼニに落ち着いていたシルバー A のバルチークとの連絡も確立した。アンソロポイドの二人はハイドリヒの情報を収集しながら具体的な実行計画をいくつか検討していた。 しばしば行われるベルリン訪問の列車登場時に、プラハ北のロイヤルパーク駅付近における対戦車ライフルでの狙撃、さらに北方のリベレツ方面での線路、または列車の爆破、等の計画素案はいずれも実行が見送られ彼らは別の確実な襲撃計画を模索した。ハイドリヒは、プラハ郊外北方15マイルのパニンスケープジェジャに村に家族と共に住んでいた。毎朝、 専用車がハイドリヒの家まで迎えに行き、彼をプラハまで送り届けていた。朝9時頃自宅を出発後、村の郊外で護衛車両と合流して45分の移動時間だった。ハイドリヒの住居及びプラハでの執務場所は厳重に警備されていたが、毎朝の移動時はハイドリヒは専用車の前席に座り、オープンカーにしており、襲撃計画の立案ができそうだった。 移動経路内の開けた田園地帯で直線道路に金属アイヤーを張り車を停車させた上で銃撃する。プランは実行後の護衛車両の追跡から逃れることが不可能だと考えられた。首首シ都ガブチークはハイドリヒの移動ルート調査をしている中でプラハ北部郊外のホレショビチェチクを襲撃候補地点として見つけることができた。そこはキルヒマイヤー通りから クライン・ホレショビッツァー通りへ右折する地点で、道路は広く2本のトラム路線が中央を走っているが、下り坂でヘアピン状の右折カーブ地点で、車は時速10から12マイル程度まで減速する必要があり、近くにトラムの停留所があることは曲がり角近くで、襲撃待機していても怪しまれる可能性は低いと考えられた。また、ドイツがプラハを占領した際に、 車両交通を左側走行から右側走行に変更したことで、車両が右折する際には、内側の歩道側近くを走行する場所となっており、ここを理想的な襲撃地点として二人は、詳細な計画立案を進めた。クビシトガブチークがチェコに潜入して四ヶ月が経ち、フラッチャニ以上に潜入している、抵抗運動協力者より、ハイドリヒの米面命令保護領での任期も間もなく、 終わる情報も提供されており、時間的余裕はなくなっていた。ロンドンの中英チェコ亡命政府からの最終的な作戦実行指令が5月20日に届き、実行日は7日後の5月27日とされた。実際の襲撃は、アンソロポイドの2名の暗殺実行メンバーに加えて、ヨセフ・バルチークを見張り役、アドルフ・オパール・カショーイを支援指示役とした計4名で行われた。 オパールカ商イはアウトディスタンス、アウトディスタンスのリーダーとしてカレル・チュルダ、イヴァン・コラリクと共に3月28日にチェコに降下潜入していた。首手は英国製のナンバー73手榴弾の改造系を2個を傾向し、ガブチークは分解したステンマーク2短期間銃とスペアマガジン1本を傾向していた。二人はそれぞれ M1903 拳銃も傾向していた。理由は不明だが、ガブチークは、新艦なしのナンバー73手榴弾も傾向。ガブチークが短期艦銃でのハイドリヒ狙撃を実行予定で、首首の手榴弾は緊急時対応用であった。手榴弾の破片で、右側のフェンダーを破壊されたラインハルト・ハイドリヒの、メルセデス・ベンツ1942年5月27日。 朝8時30分頃までに襲撃メンバーの4人は予定の待ち伏せ地点に到着し、それぞれの持ち場についていた。首首シとガブチークはヘアピンカーブ内側の歩道で、オパールカは道路の反対側の全体を見渡せる地点で、バルチークはカーブから北方面に坂を登ったキルヒマヤー通り添いでハイドリヒを待ち受けていた。ガブチークは組み立てたステンマーク2短期間銃を レインコートの中に隠し持ち、クビッシュはガブチークより数ヤード下り坂側にいた。ハイドリヒはいつもならば9時30分頃に襲撃地点付近を通過する毎日だったが、その日はパネンスケープジェジャニの自宅出発が10時頃と遅くなっていた。アンソロポイドが待ち伏せている襲撃地点にハイドリヒは10時30分過ぎに現れた。車が右折カーブに差し掛かったところで、 歩道から歩み出たガブチークがステン短期間銃を構えてハイドリヒに向けて発砲しようとしたが相談不良で銃からは弾が出なかった。ハイドリヒとクラインもガブチークの存在に気づきハイドリヒはクラインに停車するように命じてしまった。ハイドリヒとクラインはガブチークに反撃すべく自分たちの拳銃に手をかけた。ガブチークが発砲しないのを見たクビッシュは改造手榴弾を ハイドリヒの車めがけて投げ込み、手榴弾は車の右後輪付近で爆発した。その破片は車の右後輪を破裂させ、右後部車体に穴が開くほど破壊した。同時に首シュはあまりにも近距離から手榴弾を投げたので、自分もその爆発で胸部と顔に軽傷を負ってしまった。首シュは道路の反対側に置いてあった自分の自転車に乗り、 キルヒマイヤー通りの坂を降り、プラハシ街方面に向かって逃走した。一方ガブチークは動作しなかったステン短期間銃を、捨て逃走を始めようとしたが、ハイドリヒの車と同時にカーブに差し掛けかかり停止した。電車と、その電車から出てきた乗客に遮られて、自分の自転車が置いてある道路の反対側に、渡ることができず自転車で逃走することを諦め、 ハイドリヒの車が走ってきた方向に走って逃げることとなった。手榴弾の爆発で負傷したハイドリヒはクラインに襲撃者の追跡を命じた。クラインは最初に首首を追いかけようとしたが首首が自転車で逃げ去ってしまったので徒歩で逆方向に逃げ出したガブチークの後を追った。ガブチークとクラインは拳銃を打ち合いながら追跡と衝撃を繰り広げガブチークは キルヒマヤー通りの坂を上り一本目の道を左に入り、そこを直進した二本目の通りを左折したところにある肉屋に逃げ込んだ。店主のブロナーは、ゲシュタポにもつながりのあるドイツへの協力者だったので、逆に店を飛び出し、追いかけてきたクラインにガブチークが店内に潜んでいることを教えた。ここでの打ち合いで、ガブチークは、クラインの太ももに命中弾を与え、 走れなくなったクラインを振り切って逃走することに成功した。一方、負傷したハイドリヒは通りかかったトラックに乗せられて襲撃現場から近くのブロフカ病院に搬送された。襲撃されたハイドリヒは病院に到着後たちにチェコ人医師の診断を受けた。彼の傷は表面だけのように見えた。しかし X 線検査の結果、肋骨の骨折、横隔膜破裂。 水臓に異物が入っていることが認められ、手術を受けなければならない状況だった。ハイドリヒは、チェコ人医師による手術を拒否して、ベルリンからドイツ人専門医を派遣することを要求した。しかしその後、プラハ在住のドイツ人医師による手術を受けることに同意した。正午過ぎに手術が開始され、異物は体内から取り除かれた。5月31日にはヒムラーが、 プラハの病院にハイドリヒを見舞い、二人は短い会話をすることができた。しかし二日後には、育休の感染症が発症し体温も上昇し、昏睡状態に陥った。襲われてから8日後の6月4日早朝にハイドリヒは、敗血症で死亡した。ハイドリヒの遺体は二日間、フラッチャに以上に安置された後、ベルリンに移送され6月9日に国葬が行われた。 ハイドリヒの上司のハインリヒヒムラーは自分自身で彼の安否を確認しようとしヒムラーが派遣した彼の個人的な意思が現地に着くまでチェコの医師や軍医にはハイドリヒを治療する許可が出なかった6月4日ハイドリヒは死亡したヒムラーが送った医師たちはハイドリヒの車に使用していた馬の毛が手榴弾の爆発で破片とともに彼の体に入り 自分たちの薬では治療できない全身の感染を引き起こし、彼は敗血症で死亡したと報告した。しかし、ヒムラーはハイドリヒを恐れていた不死もあり、これらの診断の内容が妥当かどうかは一部の人間の間で憶測を生んだ。ちなみに、ハイドリヒは冷徹な仕事ぶりから SS 内部でも敵が多く、武装 SS の指揮官のヨーゼフ・リートリヒに至っては、 あのメス豚もついにくたばったか、と歓喜したという。このほか、手榴弾に仕込んであった、イギリスの開発した、生物兵器、ボツリヌス菌の神経毒により死亡したという説もある。ヒトラーは、新兵隊とゲシタポに、ハイドリヒを殺した人間を、ボヘミア中から探し出し、地の報復をすることを命令した。最初、ヒトラーは広範囲のチェコの人々を殺そうとした。 しかし協議の結果、彼はその責任を数千人に限定した。チェコはすでにドイツ軍にとって重要な工業地域となっており、見境のないチェコ人の殺害は生産性を減らすと考えられたからである。結局、1万3千人の人々が殺害された。有名な事件として、リリツェトレジャーキの2つの村の住人が虐殺されたものがある。イギリス首相。 ウィンストン・チャーチルはこれに激怒して、ナチスが破壊したチェコの村一つにつき、ドイツの三つの村を破壊することを提案した。しかし連合国はリスクの高さを懸念し、実行はされなかった。ハイドリヒが殺された2年後、ヒトラーの暗殺を目的とした、フォックスレイ作戦が立てられたが、これも中止となった。結局エンスラポイド作戦はナチス交換の暗殺計画で実行され、 成功した唯一のケースであった。聖地リルメトデー聖教大聖堂の暗殺実行者たちが立てこもった地下室の窓とその上に設けられた実行者たちを記念する名板窓の周りに銃撃の跡が残っている。暗殺の実行者はプラハの二つの家族にかくまわれ、後にプラハにある聖教会の大聖堂、聖地リルメトデー聖教大聖堂に隠れた。 ゲシタポはサボタージを目標としたグループアウトディスタンスのメンバーであったカレるチュルダが100万、ライヒスマルクの報奨金目当てにチームのその地の接触先を密告するまで彼らを発見できなかった。チュルダはジズコフのモラベック家の家族を含むインドラのグループに提供されたセーフハウスを密告した。6月17日午前5時、モラベック家の住まいがゲシタポの手入れを受けた。 家族はゲシュタポがアパートを捜索する官廊下に立たされていたが、モラベック夫人はトイレに行く許可を受け、その隙に隠し持っていた生産カプセルで自殺した。夫は家族のレジスタンスとの関係を知らなかったが、息子のあたと共にペケックパーラクに連れて行かれた。ここであたは1日中拷問にあった。彼はブランデーで酔わされ、水槽に入った母親の切断された首を見せられた。 最終的に、アタはゲシュタポに、彼が知っていることをすべて実況した。新衛隊は教会を包囲したが、700人以上のナチスの部隊が作戦を行ったにもかかわらず、ナチスは実行者たちを生きたまま捕らえることができなかった。首首首首を含めた3人は、銃撃戦の末に大聖堂で殺害された。ガプチークを含んだ4人は、捕虜になるのを避けるため地下室に逃げ込んだが、 水攻めにあって追い詰められ、全員が自殺した。チュルダは、ドイツの偽名とドイツ人妻を得たが、戦後の1947年、自殺に失敗して、ナチス協力の罪で逮捕、処刑された。作戦の成功は、イギリスと自由フランスに、ミュンヘン会談の内容を破棄させた。これは、ナチスを敗北させた後、ズデーテンラントはジェコスロバキアに戻されることへの同意を意味した。 また、チェコスロバキア領内のドイツ人を追放するという考えへの同意でもあった。ハイドリヒはナチスの重要人物の一人であったため、2つの大きな葬儀が行われた。一つは、プラハで行われ、数千人の親衛隊員が統治を持って、プラハ城まで並んだ。二つ目は、ベルリンで催され、参列したヒトラーは、ハイドリヒの枕元に、 ドイツ勲章土地の勲章のメダルを置いた。1943年の映画、死刑執行人もまたし1964年の映画、暗殺1975年の映画、暁の七人2016年の映画、ハイドリヒを撃て、ナチの野獣暗殺作戦2017年の映画、ナチス第三の男、HHHH プラハ1942年著者、ローランビネ役者、 高橋系 i s b n 9 7 8から4から488016555イギリスのロックバンドブリティッシュシーパワーの楽曲 A Lovely Day t o の下敷きとなった。もともと B 面の歌はチェコのバンドザエクスタシー・オブ・ストリートテレサにより2004年限定版として英語とチェコ語で再録音された。ありがとうございます。